はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今回はジェムオブフォーチュンの決勝ラウンドですね。ついに、はい、やっていきたいと思います。僕ほとんどグランプリやらないんですけど、今回のフォーマットはね、めちゃめちゃ楽しかった。こういう特殊ルールね、バンバンやってほしいなと思います。で、まあ、やっぱりね、ちょっと人気リーダーから外していきたいな。ちょっと天の弱なんでね。で、個人的にそのビショップがだいぶ成績良くて、まあ、偶然だと思うんですけど、ビショップで戦っていきたいと思います。では1戦目いきましょう。はい、では2戦目やっていきましょう。ネクロ相手先行、2連続ですね。これはもう、まあ、やっぱりスノーホワイトプリンセスを探しに行きましょうか。スノーホワがもう全カード中で見ても最強の2コストですから。で、もちろんね、1ターン目にドローソースが引ける可能性もあるので全部開いていく。おー、節は引けたか。2つい悪くないけど、節はの方がいいかな。なるほど、これは面白いのでは。うん、つまり、新域2ターン目に置いて3ターン目強時ウィングナイトになりますね。面白いんですが、ハンド消費がマッハなんで、アグロプランでいけないときついかもしれない。この守護出てくるタイミングとかで決めに行きたいですが、ただ新域の守護者はカウントダウン5なんですよね。で、相手の盤面にカードがあればあるほどカウントが減るっていう能力なので、2ターン目、先行2ターン目で置く分には強くはないです。もちろん開くターンは強いんですけどね。ただ開くのはかなり後。はい、新域置いてターンエンド。一応クリスタルブライト使ってもよかったか、ジェムライトに。よし、まともなカード22だ。OKOKOK。 ゲーム破壊されずに済みましたね。ここもじゃあ開いていきますか。まあ、強襲で十分いいですけどね。オファリングいいなぁ。オファリングの安息の人も超強いんで、これはちょっと、いや、オファリングは超強くないかもしれないけど、悪くはないですね。スパルトへ。全然 OK、全然 OK。これ盤面取れますしね。安息の人でもいいですが、盤面を取るためのアミレットが欲しいところかな。ちょっとこれ割っちゃって、ジェムでジェムやりたくないんですけどね、あんまり。マジか、ウィングナイト。すごいことになってるな。盤面取ります、しっかり。またボツだ。リモニウムに切っていってもいいな、進化。ウィングナイトは置けないですけどね、アミレットがないんで。マジか、フランいる。二面処理可能ですね。とは言っても相手も、まあ、そうか、できないわ、二面処理。ごめんなさい、できませんでした。まあ、ウィングナイトもっと来たいけど、しゃあないな。うわ、めっちゃ来る。あ、でもラピス来ましたね。じゃあ、リモニウム進化して、7ラピス狙います。だいぶこっちのペースでゲーム作れてる。ウィングナイトが決め手でしたね。決め手というか、強力でした。圧倒的にタイミング的に。しかも守護が出てくるターンなんで隙がないですね。あとラピスが生き残ってしまった場合とか、オファリングでラピスを破壊できるんで、そういう点でも相性がいい。あー、ジェドマロースか。一応ギリギリ当たれるのがセーフですかね。盤面上でなんとか取れる。危なかった。ウィングナイト様様。救済は流せないので、やはりウィングナイトを流します。頼むよ、イカド。ああ、いいですね。精霊も面白いですが、まあ、ソニアだよな。さすがに。いや、精霊も面白いな。ワンドローでしょ、これ。ワンドローしてソニアを変えていくというのも、手ですが、やめましょうか。どうせダークオファリングでドローする予定なんで問題なさそう。サリオ、うん、3ターン目とかに出てくれば強いんですけどね。これ取れない。よーし、完封勝ちじゃないか。これは完全勝利。まだでもネクロマンサーって沈黙系があるんですよね。
沈黙系の存在もあるのでここは油断できません。ラピス沈黙あるいは何かな、なんかまだあった気がする。 あれだ、ゾンビにするカードもあるんですよね。カムラか、よしセーフ。じゃあオファリングでいいかな、もう。うん、ちょうど避難させれますね避難かっこ死亡なんですけど、よし先オファリングによって、どのうち死亡するんでね、これはこのジェムの量、あとはカウント進めるカードをゆっくりゆっくり探していけばいいです。あと消滅カードが引ける可能性もあるので先にプレイしていきましょうか。ちょっと時間がないんでサクサクとサクサクやっていきます。まあ、いらないカードっていうのは割と一目で分かりますから、一目瞭然ですから。ちょっと順番がぐちゃぐちゃだけど許してください。カゴも悪くないな、集約のが絶対いらないんで、まあ、これはもうバッバッと。お、来た翼。なかなかありませんね、カウント進めるカード。思ったほど引けてない。テミスも欲しいし、ラピスも2枚目欲しいけど、2枚目はさすがにいらない。身長の方がいらないな。身長をなくしてイージス。1カウント進めておくべきかな。ハクがプラス天球儀で微妙でしたからね。ハエの、まあなんか墓地はあんまり使ってこないところから見てもあれかな、デスタとか狙ってる可能性もありますよね。なので活用をつける。いや、デスタ来ても死にはしないな。テミス打っていいか。うん、とりあえずもう天球儀は多分いらないのでこれを変えてカウント進めるカードが2枚引ければ終わり。アイアンメイデンもいいですが、テミスプラスホワイトタイガーですかね。なるほど、ハデスをずっと狙っていたということか。いやでももう間に合わないはずだけど、ジェムライトで、まあもうハデスがある以上聖域とか置いても役に立たないと思うんでここ流すか。うわっお前が決めるのかこのゲームスカルフィーンありがとうございました。熱っまさかのこのカードがフィニッシャーでした。ありがとうございました。いやーこれはでもね、めちゃめちゃ楽なゲーム展開だった。完全にゲームのペース握ってましたね。ありがとうございました。いや意外とサクサク2連勝、まあ、ここからですね本番は。はい、高校ですが、とりあえずね、ちょっと、これ4戦目になるんですが、リプレイを見ていこうと思います。実況がちょっとちゃんとできてなかったんで、はい。リプレイの後付けになっちゃいますが、よかったら見ていってください。一応、まあ、結果については最後言いますが、はい。まあ、結構でもね、競った試合だったんで、見たいかなと。挨拶もこれ入るんですね。まあ、パッパこの辺は飛ばしていきたいというか、早送りでいっか。お互いジェム開いていくだけですからね、この序盤。まあ、自分のターンは一応ジェム見ようかな。はい。まあ、やはり、1コスアムレットを探しに行く。なんかこれ、見返していいっすね。これ考えたのが、安息の強信者流したくないなって。やっぱカードパワーがものすごく高い。ただ、高校だったんで、この判断がどうだったかなっていうのはちょっと、微妙ですね。はい。で、2コストフォロワーを流してでも強信者をキープしたので、まあその見返りがあるかどうか。代弁者、まあ、2ターン目に4-4とか出てこないだけマシですね。あのネクロだったら一応可能なんで。で、まあ残念ながら2コストは引けなかった。これどうだったんですかね。まあ高校なんで強信者を無理に温存しておくのも必要なかったかなと思うんですが、対戦相手ネクロなんでね、 AOE を重視しましたね。で、偶像2枚ありましたが、2種類ありましたが流す。で、僕の大好きなセクメトによって、まあ、なかなかいい盤面になったんじゃないかな。
相手としてはここセクメント無視する選択肢全然ありますが、ルルナイ墓地食ってるだけなんだよなこれ僕のハンドジェムありませんからね。まあ対エルフとかだったら有効だったりする。でここは悩んだんですが、はい、とりあえず中身だけ見て、でこここそキープしておいた強心者の出番ですかね。選択肢としてはその進化してもよかったんですが、で近畿の復活なんともなんですが、アミレット消滅とかあるといいんですけどね。はい、僕も有効なカードが引けず、天使像の55守護によってターンエンド。まあこれ結構ちょっと苦しくなってくるかなと思います。近畿のやつがね今後も壁になってくる。でそのソーラが強いこのフォーマットにおいてソーラマジ最強カードですよね。ほぼ出目なしで55なん、ただまあここは2コストしか使えなかったんで全然強みは発揮できていませんでしたね。はい、でイミナによって血を返す。でインピが余ってるんでね、イミナに進化を切ってもいいかなとは思いました。進化切っておけばまずまず取りづらいんで、ただ結果論的にバロールの必殺持ち出てきたので、まあこれは進化切んなくてもよかったかなと、なんだかんだで。で2体ぶつけて区罰によって消滅ですね。まあ盤面並べておいてもバロールの AOE やったんで、ここはちょっと弱いムーブになっちゃいましたが返していきました。ただここね、これアミレット返ってくるんですよね。ここ結構ミスだったかなというか、あ、間違えた。結構なんでしょう、その負けにつながるプレイだったかなと思います。あの盤面で、もうちょっとね、うまく返すか、あるいはバローラ無視するっていう選択肢もあったと思うんですよね。強心臓が帰ってくるんで、ジュグが帰ってくるんで、ここ横並べとかしてもよかったのかなと思うんだけど、かといっていい手はありませんでしたね、ハンドに。で、まあここで、ハエの王、そして近畿の復活並ぶかなり苦しい盤面になっちゃいました。ハエの王も絶対処理しなければいけないですが、守護が立ってますから、まあとりあえずハエの王盤面をなんとかするために、ここもね、悩んだんですよ。はい、まあこれによって、即アミレット返してハエの王は無力化したんですが、まあ、2択あって古き守り手によって近畿の復活をね消滅させるみたいなプランも面白いなと思ったんですよ。ただその場合ハエの王が放置になってしまうので、どうだったかなっていう感じですよね。僕はハエの王絶対処理する方のプランを選びましたが、まあ、正直こう近畿の守り手でこことここを取っていくみたいのでも面白かったかもしれない。で、ガルラによって、はい。あ、そうだよな。で、結局、ジュグって勝手に割れたんで、僕のターン帰ってくれば。で、ハエの王、生き残ったハエの王をまた射抜ける可能性とかもあったんですよね。で、まあ、2ターン前ぐらいからですかね、徐々に。取り返された盤面取り返されて、相手のアドバンテージ拡大されて、まあしわ寄せがこのターンで来てしまうと、ダメージも受けちゃうし、結構相手の盤面も強い状況。ただですね、ここで一応考えていたのが、そうイージスがいるんですよね。まあ、これは結構前段階からイミナとイージスの相性がいいので、ジュグが帰ってきても、無力化できますから、まあ、ここで最低限イージスの召喚成功かつジュグのデメリットも帳消しになっている。まあ一応ゲームメイク通りではあるんですが、まあライフがやっぱ不安ですよね、こうなってくると。はい、無力か。相手まだココがハンドにいるのかな。ヘルベロス2体、まあ、キューケルはさすがにもうパワー低めですけど、うわーでファントムドラゴンなんですよね。まあこれでかなり攻撃的な布陣を敷かれてしまうと、返そうと思うと、そうだな、まあやっぱり AOE ですよね。 AOE を引けるかどうか、ジャンヌとかがそうなってくるのかな。ただ反応的にはまだやはり返せるカードはなかなかない状況になっちゃってますんで、このジェムはかなり重要。どうなるか、テミスとかでももちろんいいですしね。はい、これでグリモーを、ただまあここは残念ながら何も引けない。でスピアによって
まあ多面処理を狙うプランにしました。回復もありますしね。はい、スピアでしょって、でかつ古き守り手、これいいのが、あのこれ面白いんですけどね、古き守り手ってまあ普通に使うんであれば相手のアメリット消滅したりとか自分で自分のアメ消滅させたりもあるんですけど、この局面においてはフリーズゴールみたいな、ウィッチの昔いた一旦きりの66守護として使えるので、まだここに進化を切る必要はないんですよね。むしろ守護のヘルスを高く保ちたいので、ここは、はい、ユニコーンナイトに進化を切ることで、まあ結構安心な盤面かなと思いますよね、ここ。うん、合計17点分ありますから。ただレイブンでね、決まっちゃってますよね、これは。レイブンの打点が、まあ、ドンピシャなカードでしたね。守護をどけつつ4点バフなので、これ8点ダメージと2点、そしてこれおしゃれですよね、イモムシで全部破壊してラスは発動。いやこれはすごいおしゃれなムーブだったんで、やられて感心しちゃいましたけど、まあ、結構なんだかんだ惜しかったかなと思います。ありがとうございました。はい、というわけでいきなり結果になっちゃいましたが、いや5戦目本当は動画にしたかったんですが、結構一方的で見応えのない試合になっちゃいましたんで、まあちょっと他のゲームになってるかな、多分何戦目か分かんないですけど、はい。というわけで、成績は3勝2敗でした。結構序盤快進撃だったんですけどね、悔しいな、4戦目悔やまれるな、結構惜しかったかなとは思うんでね。はい、じゃあ報酬受け取ってね、スリーブとかもらえますもんね、ちゃんと。おー、カードパック3パックと、オーブのかけらと。ありがとうございました。でもこのモードね、本当に面白かった、ジム・オブ・フォーチュン。グランプリ普段やんないんですけどね。なんで、まあ、また、ジム・オブ・フォーチュンだけじゃなくて、新しいね、こういうモード、変則的なね、モードを出していってほしいなというふうに思いました。というわけで皆さん、今回の動画はこれまでになります。ご視聴ありがとうございました。